皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、皆さん眠っているアイテムはありませんか？私もね、結構そうだったりするんですけど、なんかこう一目惚れで、あ、これ可愛いと思って買ったアイテムが、実際コーディネートが組みづらいなって思って、なかなかね活躍する場面が少なかったりとか、もはや合わせ方わかんないけど、とりあえず可愛いから買っちゃったみたいなアイテムあるかなと思うので、今日はそんなねアイテムたちを救っていこうっていう企画です。せっかくだったらみんなにちょっとアンケートを取ってみようかなと思って、事前にね募集しました。みんなに合わせづらいアイテムってなんかあるみたいな感じで問いかけたところ、結構たくさんのご回答をいただきました。ありがとうございます。今日はその中から、まあ、私がピックアップして、そのアイテムを実際にコーディネート組んでルックブック形式で紹介していこうと思います。私もね、実際にそういうアイテムあるんですよ。このアイテム可愛くて買ったけど、どうやって合わせようみたいな。そういう時に私が実際にやってる方法というか、コーディネートのアイテムをもらう方法も紹介していこうかなと思うので、それも実際にやっていきながらコーディネート組んでいこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー!はい、ということで早速今からコーディネートを組んでいきたいと思います。じゃあまず1個目ですね。これ結構多かったんですけど、カーゴスカートが意外と着回せなくて困ってますっていう。カーゴスカートね、最近流行ってると思うんですけど、私も最近結構履いたりしてるんですけど、カーゴスカート意外とね確かに難しいかもしれないですね。なのでちょっとこれをね考えていこうかなと思うんですけど、さっきオープニングでも言ってたように、私の実際にやってるコーディネート困った時の解決方法というか、コーディネートのアイデアのもらい方っていうのをちょっと紹介しようかなと思います。まあ、私も何回か YouTube で取り上げたりしてるので、多分知ってる方も多いと思うんですけど、 Pinterest で検索します。みんな Pinterest 知ってますよね。多分アプリなんですけど、アイデアをもらえるアプリっていうんですかね、すごくこういろんなアイデアが詰まったアプリになってて、しかもすごいおしゃれなものがたくさんあって、ファッションだけじゃなくってネイルとかも検索できるし、髪色だったりとか、わかんないけど写真の撮り方とかメイクとかももちろんそうだし、インテリアだったりとか料理とか、本当にいろんなアイデアが詰まったアプリになってて、私も普段からね愛用してるんですけど、さっきも言ったけど YouTube で何回か Pinterest 使ってこういうで考えてみたみたいな感じであげたりもしてて、そしたらなんとですね、 Pinterest さんからお声掛けいただいて、 Pinterest さんとのタイアップ動画となっております。嬉しい、本当に。私もマジでリアルに使ってたアプリだから、だから何回か YouTube でも話してるし、ごめんなさいね、ちょっと長くなっちゃって。愛深すぎて、ちょっと語っちゃってるんですけど、だからこうやってなんか一緒にお仕事ができるっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、この企画でね、とってもぴったりなので、紹介していこうと思います。ということで、私も今から実際にカーゴスカートの着回し、着こなしを検索していきます。じゃあまずアプリを開きまして、そしたらまぁこんな感じ出てくるんですけど、このまずホームっていうのに自分の今までこう検索した履歴とかピンっていうのが出てきて保存ができるんですけど、カテゴリーもね分けれて自分の中でフォルダー作って整理してそこに入れれるみたいな感じなんですけど、なんかそういうのからアルゴリズムで自分に合ったおすすめのやつをねもうすでに出してくれてるんですよ、このホームに。だから私がね実際に今までなんかこう保存したものだったりとかに合うというか似たようなアイデアがねこういっぱい出てきます。もうすでに可愛くないですか？そう、なんか結構こういう海外系のファッションとかもすごい検索しやすくて、ほんとね見てると止まんないんですよね。画像タップしたらそっからまたいろんなおすすめのあれが出てきて、もう永遠に見れるみたいな、そういったねアプリなんですけど、じゃあ早速カーゴスカート検索していきます。検索の欄から、まあ、私は結構そういった海外系のファッションが好きだったりするので、わりかし英語で調べることが多いかな。日本語で調べると日本っぽい着こなしも出てきたりするんですけど、今回はちょっと英語でやっていきたいと思います。カーゴスカートアウトフィットみたいな感じで調べます。そしたらこんな感じで、もうすでにこの画面だけでも 4,5 個のアイデアが浮かぶんですよね。本当にこれだからマジで止まんないんですよ、見てると。あ、こんな感じのね、なんかスウェットに合わせるのも可愛いですよね。あ、で夏はタンクトップとかと合わせたりとかいいですね、可愛い。まあ、でも今ちょっと冬だから、あ、なんかこんなニットとかと合わせても可愛いかも。画像こうやってポンって押すとこんな感じで似ているピンっていうので下糸と出てくるので、どんどんとそこからまた派生してみたいな感じでやっていけるやつです。ニット合わせ可愛いな。ニット合わせありじゃないですか。結構私も今までカーゴスカートスウェットとかフーディーとか合わせることが多かったから、ニットでほっこりみたいな感じでも可愛いかも。もうちょっと見ていこう。 T シャツも可愛いですね。あ、トラックジャケットとかと合わせても
可愛いのか。なんか逆に悩むぐらいですよ、本当に。可愛いのありすぎて。逆に悩むぐらいなんですけど。でもニットかな？私結構あのニット合わせがビビッときたかも。ブーツで合わせて、ありじゃないですか、結構。あ、ちなみに私が持ってるカーゴスカート紹介してもいいのか。ちょっと待ってくださいね。じゃん、私が持ってるカーゴスカートはこんな感じのやつ。まあ、何個かあるんですけど、これが一番良さそうかなって思ったので、これをちょっと今回は使っていきたいと思います。これに、まあ、ニットかな。なんか下にロンティー合わせて、レイヤードみたいな感じで着ようかな。アウターはニットなので、やっぱりちょっとボワッとしたアウターの方がいいから、コートとか合わせても可愛い気がする。ロングコート。ロングのスカートとかってアウターの丈感ちょっと微妙だとすごいズドンって見えちゃったりすると思うから、コートとかでこうスラッと見せた方が着太りしないというか合わせやすいんじゃないのかな。一回そんな感じでコーデ組んでいきます。スカートが今回これなので、まあでもロンティーやっぱホワイトが一番無難で合わせやすい気がするから、とりあえずホワイトのロンティー、ほんとシンプルなロンティー、これを重ねて、すごい見づらくてごめんなさいね。これ重ねて、このようにニット、ざっくりニット系。あ、こういったボーダーとかでも可愛い気がする。これ可愛いですね、ボーダー合わせ。これか。なんかね、こういうのでも可愛いですよね。これとかなんかオレンジのフォント入ってるからカーキとも相性良くて。で、ネイビーもカーキと意外と相性いいから良さそう。あ、これ可愛いかも。これにしてみるか。これでいってみよう。あ、で持ってるコートでいいやつがある。みんなついてきて。はい、ということでこちらに移動してまいりまして、今ねとりあえずこんな感じなんですよ。もうこれでもすでに可愛いんですけど、ちょっと見えてないかな。これでもすでに可愛いんだけど、やっぱ冬で寒いのね、アウターね、で私がいいなって思ってるアウターがこれ。これ良くない？絶対。中がね、オレンジになってて、ニットのトップスと絶対合う。このカーゴパンツともまず合うじゃないですか。ミリタリーっぽい感じで。MA1 のドッキングコートになってて。これまず合う。これも絶対合う。あ、絶対可愛い。はい、可愛いです。決まりました、もうすでに。早い。絶対可愛い。カーゴスカート、完成。じゃあ、次、行ってみよう。次がですね、トラックジャケットっていう風に来ました。確かに私も今まであんまりトラックジャケット着てなかったんですよ。でもここ最近ちょっとトラックジャケット可愛いなと思い始めて、ちょこちょこ着るようになりまして、今自分のねブランドからも出してるんですけど、それの着回しね確かに難しいかも。こちらもピンタレストで探してみこうと思います。トラックジャケットアンドフィット。あ、こんなスカートとかにも合わせちゃうんですね。可愛い。でもあえて綺麗めなアイテムに合わせちゃうみたいな。あ、ミニスカとかも可愛いかも。オーディロイパンツとかね。あ、でもやっぱミニはやっぱり多いですね。カーゴパンツね、確かに。あ、でもスカートと合わせるの私結構斬新だなって思っちゃった。今可愛い。でも確かにワンピース合わせ、確かにワンピース合わせ可愛いですよね。その上からちょっと羽織るぐらいの。でもスカート合わせたいなって思っちゃった。違う違う、また紹介しないと私今回使うトラックジャケットじゃん、こちらを使っていこうと思います。まあ、せっかくなのでね、ちょっと私がデザインしたトラックジャケットを使っていきたいなと思います。ぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、スカートはどれがいいかな。これと色合いが合うやつがいいから、ブラックとかは間違いないけど、ベージュとかでも可愛いかも。ミスか、感じとか、これも可愛い。あ、でもちょっと綺麗めってなるとこういうことなのか。これとかでも可愛いんだ。こんな感じで。おしゃれだな。ロングとかだとこれとかでも可愛いのかな。ブラックデニム。これ結構私好きかもしれない。ロングのブラックデニムスカート。で、アウターですよね。冬だからアウター欲しくて。アウターはどうしようかな。シンプルにダウンとかは絶対合う気がする。こんな感じで、まあ、ちょっと見えづらくなっちゃうかもだけど、スカートみたいなね。うん、可
わいい。こんな感じでいきましょうか。決まった。よし。全部でちょっと今回5アイテムぐらいコーディネート紹介しようかなと思ってるので、全部ねやっててもあれかなっていう風に思うので、あとの3つは今からルックブックで紹介しようと思います。ぜひみんなもピンタレストを使ってみてください。自分の好きなものが明確に分かってる感じがするから使ってても楽しいと思うし、ピンタレストそういうアイデアの検索として使ってる方が多いので、そっからみんなアイデアを得てどんどん世に広まっていってっていう感じがあるから、最先端のトレンドっていうのが見つかり安かったりするのと、あとはそのボード、自分がこういいなって思ったものを保存していったボードはみんなに共有できたりするから、いろんな人のボードを見てこういうのが好きな人はこういうのも好きなんだみたいな感じで知れたりとかするから、そういうのもね面白いと思うので、とりあえずまだダウンロードしない人はダウンロードしてもらってということで、じゃあ今から早速ルックブック撮っていきたいと思います。はい、それではルックブック撮っていきたいと思います。じゃあまず一つ目がカーゴスカートの着こなしを紹介していきたいと思います。まあ、これは先ほどと同じコーデなんですけれども、ニット合わせで今回は着たいと思います。でシューズはブラックのシンプルなブーツを合わせてみました。アウターもブラックなのでそこで統一感と、あとやっぱこのアウターの中のオレンジのカラー、裏地がオレンジっていうのとこのフォントのオレンジもまた相まってすごく統一感の出たコーディネートに仕上がったかなと思います。カーゴパンツとかカーゴスカートって結構カジュアルな印象になりがちだと思うんですけど、こういったなんかロングコートとかちょっと大人っぽいアイテムとかと合わせてあげても意外と可愛く着こなせるかなと思うので、ぜひやってみてください。では続いて2つ目、こちらのトラックジャケットを着回していきたいと思います。トラックジャケットね難しいですよね。私もまだ初心者なのでうまく着回しができてるかって言われたらわからないんですけど、もう私は結構トップスとして着ちゃうことが多いかな。この時期はもうちょっと暖かかったら逆に羽織として使うこともあるんですけど、まあ、この時期はねトラックジャケット1枚だけだとちょっと寒いので、まあ、その上からアウター重ねるから結構全部チャックを閉じちゃってもうトップスみたいな感覚で着てることが多いかな。ほんとスウェット代わりみたいな感じで、今回のコーデもバランス取るために前の方をちょっとインしたりとかして着こなしてみました。どうでしょうか。結構私このコーデ好きかも。足元はスニーカーにしてこのトラックジャケットとバランスを取ってみました。はい、じゃあこっからちょっと新しいねアイテムだと思うんですが、3つ目がこのレザーのロングパンツでございます。これも何件か着ていて確かにちょっとハードになりがちな面もあるかなと思ったので、今回はちょっとカジュアルダウンさせるけど、まあ、でもカジュアルになりすぎないような感じでうまいバランスでねコーディネート組んでいけたらなと思って、まあ、今回ロンティーを合わせているんですけど、まあ、このロンティーは全然無地とかでも可愛いと思います。私はちょっと古着のロンティーを合わせてみてこうカジュアル感もねプラスしてみたりとか、まあ、たださっきも言ったようにカジュアルすぎないようにするためにこのジャケットをね羽織りました。まあ、海外コーデとか好きな方だったら多分このジャケットマストで持ってると思うんですよ。本当に海外の方ってジャケットをいろんなものに合わせて着こなしているので、まあ、こういったレザーのねパンツに合わせてもとっても可愛いコーデが組めます。これになんかヒールとか履いたらもう少し綺麗めな感じになると思うんですけど、今回はスニーカーを合わせてみました。ホワイトでねちょっと抜け感を作ってます。では次4個目がこのバラクラバですね。もう今年めちゃくちゃ流行ってると言っても過言ではないバラクラバ、結構見かけますよね。いろんなブランドからも出てたりすると思うんですけど、これも私も最初見た時はどうやって着こなせばいいんだろうってすごい悩んだんですけど、まあ、いろんなね着こなしを見ていくうちにあこういう合わせが可愛いんだって思って、私も結構コーデをねアイデアもらったりしたんですけど、今回はこんな感じでデニムとスウェットに合わせてみました。結構スウェットに合わせるコーデが定番なのかな。フーディーみたいな感じでスウェットに合わせてバラクラバをフード代わりに使うっていう、本当につけフードみたいな感じかな。で着ると結構簡単にコーディネートが組めるかなと思います。もちろんこのバラクラバをかぶってあげても可愛いと思うし、フードを取ってあげて本当にアクセサリー感覚で使っても可愛いと思います。今回はトレンチコートをね合わせて少し綺麗めな感じのコーディネートにしてみました。この合わせもめちゃくちゃ可愛い。では続いてラストのアイテム、ネクタイでございます。ネクタイも結構着てましたね。ネクタイも最近流行ってるというかここ 2,3 年とかですかね見るようになったと思うんですけど、ネクタイってやっぱりワイシャツとね合わせるイメージが私もあって、本当スーツみたいな感じで着る着こなしがメインだと思うんですけど、こういった感じでネクタイをこうスカーフ風に巻く、首に巻いてスカーフみたいな感じで合わせてあげてもすごい可愛くて、ちょっとこうグランジガールっぽい感じというか、なんかそういう感じのコーディネートができるかなと思います。
このネクタイの使い方は結構おしゃれさんだなっていう風に私は感じたので、今回こちらの着こなしをね紹介してみました。レザーとかを羽織るとねよりかっこよさが増して可愛いんじゃないかなと思います。こうやって首にネクタイ巻くときはトップスは割とスッキリしたものとか首元が開いてるものとかの方がやっぱりバランスは取りやすいかなと思います。はい、ということでこんな感じでルックブック撮っていきました。皆さんお気に入りのコーデはありましたかね。みんなの悩みが少しでも解消できてたら嬉しいです。はい、ということでこんな感じでルックブック撮っていきました。いかがでしたでしょうか。結構どのコーディネートも可愛くコーディネートが組めたんじゃないかなと思います。で、まぁ、今回はねそのみんなから募集した合わせづらいアイテムを使ってコーディネート考えていったんですけど、私も実際に本当に自分で購入したものでコーディネート難しいなどうしようかなって悩んだ時とか、もう本当にコーディネートすら浮かばない時、今日のコーディネートどうしようみたいな時もパーってピントレスト見てるだけで自然とアイデアが湧いてきて、あのコーディネートできるかもとかすごくいいアイデアがもらえるので、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。